こんにちは、こんばんは、おはよう。れです。恋愛、例えば婚活、あとは人間関係、会社だとかですね、サークル、とかで、これからちょっと言うことが、なんとかできていれば、コミュニケーションがうまくいくんじゃないかなっていうところでのお話をね、したいと思います。あくまでも自分の、勝手な主観と勝手な意見ですね。で、自分の体験談というところから、話をね、していこうかなと思います。で、恋愛事とか婚活とか、仕事のね、話しかけやすさとか、コミュニケーション取れる取れないとかっていうのは、結構この辺が関わってくるんじゃないかなというところで、特に、男性、対象に話しますんで、見た目、ね、雰囲気、清潔感。見た目、雰囲気、清潔感。見た目はそのまんまだよね。なんていうのかな。年相応と言いますか、年を取れば取るほど、おじさん臭いとかじいさん臭くするのはやめといた方がいいかなというね。もう人間情報ってまず見るしかないじゃないですか。目で入ってくるので、見た目というのが大事なんで、この次にその雰囲気だよね。見た目から今度雰囲気ってこれ何が違うのかというと、表情なんですよ。顔の表情一つで、話しかけにくいとか、怒ってる感じがするとか、皆さんよくありますね。その雰囲気って。あの人話しかけづらそうだなとか、ね、この人気難しそうだなとか、怖そうだなっていうね。そこがまず雰囲気なんですね。で、この雰囲気を柔らかくするというところで、表情も、例えば口角が下がっちゃってるとか、いつもしかめっ面しちゃってるとかっていう方はここになってくるんですね。雰囲気が、ダメっていうところで、この何かがちょっと欠けても、ここの話しやすい人にならないんですよ。これ危ない。これ書いちゃうと、これ油性だからね。話しやすい人。ここに行かないと、例えば婚活のパーティーとかでもカップリングにもなれないし、そのカップリング後からの、交際になかなか発展しにくいというところですね。でもまずここを行かないと先に進まないので、あと仕事上でも、やっぱり何の気なしにその気さくに話しかけてもらえる。っていうのは、話しかけてもらえるっていうことは、雰囲気がいいからなんですよ。雰囲気悪い人に気軽に話しかけませんので、もう仕方じゃないですか。学校でもそうじゃないですか。あと清潔感、これはもう皆さんやられてると思います。もうあえて言う必要はないと思います、ここはね。常に清潔にね、しておく。見た目とかね、この辺は皆さん抑えてるんじゃないかなと。いうところで、一番やっぱ注目したいのはここですね。雰囲気作りというところで、自分の方は自慢話ではなくて、これ事実なので、数多くの女性とお話をして、婚活をしてましたからね、したりして、で、実際に、交際にも発展は何件かしてますんで、どういう人とか、その人とかなりは別として、ちゃんと女性たちのために言いますけど、全員その不細工な人はいませんので、申し訳ありませんとか、不細工というか、心が不細工な方はいませんので、身も心も不細工な方ではいませんので、で、それを置いといて、冗談ですけども、で、ここの、いかにこの雰囲気で話しやすい人に持っていけるかで、これ全然違ってくるんですね。で、これは雰囲気だけやってても、まずはカップリングにはなるけど、この先がいかないですよね。じゃあ先に行くのはどうしたらいいのかって言ったら、性格なんですね。会話の、会話系の話を動画で言いましたけども、ちょっと40代、60代、40代、50代、60代が、だいたいこれ多いんですけど、70とかになってくるともっと厳しくなってくると思うんですけど、性格がね。性格が悪いっていう、こう書いてますけども、凝り固まったというか、もう本当に、マイノリティの意見は無視で、マジョリティの意見が、その他多数、大勢が言ってるから、それは正義なんだとか、大勢がそうだから正しいんだっていうのを押し付ける人ですね。意見の押し付け、そして、少ない情報の中で、情報しかないのに、勝手に、なんていうの、名探偵コナンみたいなね、推理を、勝手な推理をして、お前はああだとか、こうだって決める方いるじゃないですか。でそういう性格の人って、女性、異性だけではなくて、同性からも嫌われます、はっきり言って。で、自分が友達だと思ってる人も、実は友達じゃないと思ってます。めんどくせえな、あいつ。とりあえず切るのもあれだし、まあ、知り合い程度に取っとくかって思われてるぐらいだと思うんですよ。で、こういう方って、まあ、俺もほら、なんていうのかな、生きてきてているんですけど、そういう人はね。そういう人とは絶対友達にならないですもん。絡まない。絡みたくない。めんどくさい。めんどくさいし、厄介だし、だるい。だから女性もそう思ってるはずです。だから、こういうこっちの性格になっちゃってる人っていうのは、特に相手をこう決めつけるんですよ。僕の考えはこうだから、で、そして、なんかこう、大勢がこう言ってるから、そうなんだと。だから君の考えは違うよとか、君の生き方は違うよとかっていう、相手を否定する会話が多い。相手を否定する会話ね。うん、これやばいね。相手を否定ね。否定、ひらがなでする会話が多い人。これですね。で、まず雰囲気が、まずはじゃあ変えなきゃいけないとか、ここですよ。女性に、まあ、特に異性にしましょう。異性に対して、あ、でも男性もそうか。一緒か。で、まあ、俺の身近な話をしますと、自分がこの間就職、ね、再就職しました。で、結構、先輩社員っていうか、まあ、年上多いんで、おじさんとかからすんげえ話しかけられるんですよ。で、俺の後に入った同じような新入社員。俺よりか2つ上の人で50半ばの人が話しかけられないんですよ。で、雑談をしている休憩の間で聞いたのが、その人のことについて皆さんが話してたんですね。ただ彼はなんか雰囲気がちょっと暗い。それと怒った感じで仕事をしている。だから不機嫌になりながら、なんかいやいや仕事をしているんじゃないかと。だから辞めちゃうんじゃないかみたいなこと言われたんですよ。本人そんな気ないんですよ。俺とその新入社員の方はいつも休憩で喋るので、そこ休憩室みんないなくなっちゃうんですよ。自分の自席っていうか作業場で休憩したりしてるんで、俺とかその人とかもう一人ぐらいは、休憩室でちゃんと休憩してるんで、そこで話をするんですけど、雰囲気確かにこれなんですよ。怖い雰囲気、怒ってる雰囲気なんだけど、全然話すとね、めっちゃ違う人なんですよ。で、そうやってギャップで、ちゃんと分かってくれる人がいればいいんですけど、話さない限り、この人の本当の本質って見えないじゃないですか。で、多くの人はもうここで話すのやめちゃうんですよ。雰囲気が悪い。ね、怖そうだからやめとこう。不機嫌そうだから話すのやめとこう。だから一生分かり合えない。っていうことが起きるわけですね。だったらこれを変えて話しやすい人って、まずここにステップアップを、やべ、またこれで書こうとしちゃった。ここね。ここに行かないと先に進みませんよ。だからお知り合いにまずも、お知り合いにもなれませんよと、これがあることによって。会社だとほら、付き合いで話してくれる人もいるんだけど、プライベートでじゃあこっちの性格の人とプライベートで遊ぼうって思うかどうかですよ。で、この方はそんなでもないんですけど、俺が知る中では結構この40代、60代、40、50、60代の方で、多くの人が結構相手を決めつけるんですよ。お前ってこうだからこうじゃねみたいな。だからダメなんだよとか、そうじゃないでしょと。それは相手を勝手にね、全否定することになるんで、相手を否定するってこれがよくありませんよっていうのがまず前提なんですよ。で、これを多分女性とか異性で彼女ができない方とか、ね、婚活長くやってて彼女ができないってなってくると、ここがまず絡んでくるんですよ。家庭環境とか、何かっていうのは別よ。そういう別問題として、顔が悪いとかは別として、そこそこ話もできるんだけど、見た目も良くてね、清潔感もあって、でもなんかできないって時に、多分これなんですよ。こっちの会話の部分が知らないうちに相手を否定する会話が多くなっている。決めつけることが多いとか。誤解をだから、自分はそんなつもりないんだけど、そういうふうに思わせる会話をしちゃってるっていう。だから一緒にいたくないからいたくない、できないんですよ。だから俺が、彼女ができてるからそういうこと言ってんじゃなくって、これが事実なので、で、じゃあなんでって言ったら、俺は会社の人からも話しかけられやすいって、やっぱり見た目が、優しそうだとかって言われるんです。これ、婚活を俺を数多くしてて、女性の方から言われるのが、話しやすい、昔から知り合いのような、見た目が優しそうっていう。もうこれは自慢とかじゃなくて、事実なんでしょうがないです。だから、カップリングになる確率もちょっと高いし、そこから交際に発展することもあるわけですよ。で、これがない人だから、ずっと長く婚活をやってる婚活はね、某自称婚活 YouTuber って言ってるやつがいるんですけど、まあそいつなんか全然できてないわけじゃないですか。箸にも棒にも引っかかんない、っていうのは多分これなんですよ。で、あと惜しい方というのは、多分何かが足りないんです。ここだけじゃなくて、これはやってないかもしれないけど、推しが弱いとか、やっぱり最終的に決めるのは男だったりするので、あとはリードできてないっていうか、リードはよく言われるね。デートでも何でも、リードする。女性をリードする。エスコートするという、これはどうしてもしょうがないんで、年齢的にこの世代って女性の方がわがまま、特にわがままなのはもうしょうがない。そういう生活をみんな送ってきてるんで、やっぱりお姫様にしてもらいたいっていうのがあるんで、夢を見せてもらいたいとか、楽しませてもらいたい。これはしょうがないです。で、ありがちなのは自分が楽しいと思うところを全部セッティングしたり、自分がいいというようなお店をばかりを設定するっていうやり方の方も多いと思うんですよ。これもちょっと危険なんですね。これですよ。決めつけと一緒なんですよ。きっとここが楽しいだろうと。きっとこれが女の人は喜ぶだろう。お相手の方が喜ぶだろうとか。そうじゃないんだよね。その中でも、じゃあお前選べよってなっちゃったら女の人は選ばないんですよ。いや、やっぱりあなたが選んでいいってなるわけですよ。だったら、1、2、3とか選択肢をね、用意するわけですよ。店でも、出かける先でも。自分はこれをやってるんですね。これとこれとこの店が、こういう店あるけどどれってなれば、そこで自分、相手に責任が生まれるんですよ。だって選んだのは相手ですから。これはずるいやり方ですけどね。だってパーフェクトな男なんかいないんだから。やっぱり相手と協力して進んでいかなければならないんですよ。で、これができない方、どれでもいいとかって言っちゃうともうね、多分ね、いろんな意味で心移りしやすい人だと思うんで、まあ生活一緒にしていくと大変かなっていう目安にもなるかなと。そうであるとは決めてないですよ。決めつけてないですよ。その可能性が高いんで、それを口にしちゃうとかダメですよ。そういうの。自分の心で止めておく。だから全て、ここの方ね、性格悪いよって人、相手を自己否定する前に、それは自分の心の中で留めておくっていう。それを相手にぶつけるからおかしくなるっていう。だから相手が怒るんですよ。なんでいつも怒るのって言ったら、お前が怒らしてんだよっていう。そこなんですよ。相手を怒らすことなければ、勝手に向こうから話しかけてくれるんですよ。で、ここをね、ちょっと戻しますけど、ね、この選択肢を与えることによって女性が進むわけじゃないですか。一緒に進んでいけるじゃないですか。そうすると、デートプランが勝手にできるんですよ。大変ですよ。毎回探すのもいろいろ大変ですけど、そんなの Google マップを拡大してやれば、いろんなところがあって、意外と女性って身近なね、地域しか行ってなかったり、お約束の場所しか行ってないですよ、遠くても。じゃなくて、ちょっとマニアックな場所へ連れてくとかやれば、幅がそれだけでも広がって、なんでこんなにプラン考えられる人なんだろうって、それ言われてるんですね。過去にもいろいろ言われてます、そういうことは。だから昔から多分やってきちゃってるから、今当たり前のようにやれてんのかなって。だからデートプランで困ったことってほとんどないですね。いかようにも、プランが出てくるっていうところがあるんで、それはもう経験と場数しかないんで。だから高校の方がもうマイノリティを否定するとか、あとは自分と違う考えの方を否定するってやっちゃうと、女性の会話で多分同じことやってるんですよ。出てきてるんですよ。相手の女性のいつか尊厳をいつの間にか潰している。で、つまらない相手というふうな認識をされてるわけですよ。強引な考え方、決めつけられた、つまらない。もうここに尽きるんですよ。そうなってくると絶対にその交際には進まないんで、進めないですね。だからこういうやりとりしかできない方は、もう場数踏んで女性に対してだけでもいいから、まずね、同性からもう嫌だと思われてるだろうけど、そこはもう後回しにして、女性に好かれるような人間にまずちょっとこうシフトしていくということをやってった方がいいんじゃないかなというふうにね、ちょっと心配になりましたね、いろいろここに来て。誰とか言いませんけれども、そういう傾向が強い方が多いんですよ。どことは言いませんけれども。残念ながら、で、なんかこう、相手と戦おうとするわけですよ、必ず、この方って、こっちの方って。いや、そこで勝負してどうすんのと。で、勝ってどうすんのと。なんなのその勝ち負けはみたいなところがあるんで、もう本当につまらない。もう、つまらないですよ。つまらん。これはだから、同性からそう思われてるってことは異性からもっと思われてるんですよ。女性の方がそういうのを判断するのは敏感ですから、そういうの。なんか偉そうに俺語っちゃってますけど、これ事実なんでしょうがないんです。もう、生きてきて、その自分の中でね、あくまでも主観ですよ。主観ですけども、そういう風に女性たちからの声を聞いてたりするんで、で、自分もこういう傾向があった時はうまくいきません、必ず。だからそういう考え方とかそういうのを、だから女性からよくほら話しかけられて、答えを出そうとするのが男だと言ってるじゃないですか。散々ね、過去の動画で。だからそうじゃないよと。答えは求めてないんで、聞いてあげる、共感するっていうね、これ本当に単純な仕組みで、ちゃんと聞いてあげて、相手が本当に困ってて、助けを求めてる時に、初めてアドバイスをする。このやたらアドバイスをしたがるのは、この40、50、60代で、性格が悪いと思われる方が多いんですよ。まあ、想定ですよ。断定はしてません。多いんじゃないの？で、あなたたちはうまくいってない方たちは、こっちじゃないのかなというふうに俺はね、心配してます。みんながこれをやめていけば、こっちになれるわけじゃないですか。だから揉めることもないわけじゃないですか。だから揉めてる原因っていうのは、実は相手ではなくて自分自身が作っているというところもあったりね。すると考えれば、みんながそう考えれば揉めないじゃないですか。だからなるべくそれをやめていけば、こっちになりますよと。だから、可能性があるわけですよ。そういう、今うまくいってないな、なんでだろう、交際進まねえな、カップリングにすらならないなっていう人は、ここに行くんですよ、まず。今まで生きてきて、知り合えなかったわけだから、ダメだったっていうことは、それが間違ってるということなので、交際につなげる成婚したい人とか、ね、まあ彼氏彼女をね、作りたい方っていうのは、こっちじゃなくて、こっちになりましょうよと。これなれば必ず絶対にできますんで、確率がどんどん上がっていって、で、ね、同性の友達もできたりとかしますんで、めんどくさい、つまらない、だるい相手にならないようにするといいと思います。余計なお世話かもしれませんけれども、で、なんかこの動画見て、偉そうなこと言ってんなっていう方はそれで終わりです。で、あ、なんかそんな点あったかなとか、俺そういう傾向あんのかなっていう、なんかこう、思う、ね、そういうふうに思う方は、ちゃんとこっちの人かもしれないし、こっちだったけど、こっちに変わりやすい人ですよね。きっと。と思います。だから皆さんの何か助けになればということで、あえて厳しいことを言わせていただきました。持論ですけどね。あくまでも自分の勝手な意見ですけれども、まあこういう風なことがありますよということで、何か足しになればいいかなと。そして皆さんがうまくなんか進んでくれたら幸いです。俺はそれだけですね。自分が得しようとか、なんとかとか思ってないんで、なんかこういう傾向の方が多かったのでもったいないなっていう。だから会社の人もそうじゃないですか。雰囲気がちょっとね、厳しいとか、怖そうってだけで、みんなが勝手な想像しちゃってるわけですよ。決めつけちゃってるんですよ、もう。だからみんなに言っときました。自分はもう、あの人はあれが普通なんですと。あの顔が普通なんです。で、笑った時も正直ね、笑ってない感じの顔なんですよ。だからちょっと損なんですよ。だからもっと鏡を見て、こう、表情作りの練習ってよくあるじゃないですか。接客業とかそういうのでも。でそれをね、やられた方がいいのかなって、年だからできねえやとか、そういうのはもう考えない方がいいと思います。これから人生損するだけになってくるんで、だったら楽しく、ね、損しない生き方をした方がいいんじゃないかなというふうに思います。人間関係、ね、友達は財産ですから。はい。うん、まあまあ、そんなことでごちゃごちゃ言いましたけれども、思うところがあると思いますが、勝手な意見ということで、感想ということで、よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。